2024年8月17日、配給の一番くじが発売となりました。まあ、ありがたいことで A 賞ゲットと、おー、ごめんね。A 賞ゲットと D 賞ゲットとなりました。6回引いてきました。さあ、その中でチャームが4つありますね。このチャームを今から皆さんと開封していきたいと思います。一体どれが出るんでしょうかね。お楽しみに。じゃあ、開けていきますか。まず1個目ね、これね。よいしょ。これ、これ。あ、いずれかの一種が入ってるって感じですね。どれが入ってるかな。ちょっと開けていきましょうか。これいいのか。こうやって開けていい。あ、いいか。大丈夫。あ、どうしよう。切る？どうする？切る？切る？切るか。あ、どうしよう。切るか。お、おー、ふにゃふにゃだな。おーし。めくろう。切るんじゃなくて。めくろう。めくっていこう。よいしょ。出るのか。ちなみに私の推しはですね、いないかもしれない。あ、田中先輩いないな。まあ黒出たら OK ってことにしましょうか。ちょっと待ってな。ハサミどこ行った。ハサミがない。よし、切ります。カッターでいきます。よいしょ。ジョキジョキといけっかな。あ、いけそう。さあ、まずは一回まとめてね。お、開いてる。ちょっと冷めろな。さあ、こっちはこっちは止まってるね。まあいいや、ちょっと開けていきましょうか。はい、よいしょ。入るかな。あ、大丈夫そう。よいしょ。はいはい。なんでさっきの開いてたんだろうね。ちょっとやだね。ラスイチ。えい。もう一丁。えい。さあ、ではこの中から推しの田中先輩はいませんが、黒が出れば僕の中では当たりですかね。じゃあちょっと開けていきますよ。黒かな。お、おわー、一番。牛島さんでしたね。うわぁ、牛若ですよ、牛若。まず1個目、牛若ね。じゃあ続いて2個目。おぉ、よいしょ。お、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 北さん、かわいいね。牛島先輩も北さんもかわいいね、これね。うい、よいしょ。じゃあ、さっきのこっちなんか空いてたやつ、テンション下がっちゃうんですね、これね。これどうでしょうか。よいしょ。誰だい。あ、及川さん、及川さん。及川って見える。及川じゃないよ、及川だよ。あ、及川さんだ。さあ、ラス1。黒出るかな。いきますよ。せお宮さんじゃないですか。宮厚め。わお、当たらずとなりましたが、まあまあいいラインナップだったね。被らなかったっていうのもまず大きいし。はい、西島さん、北さん、宮津文、そして及川さんという形になってます。及川さん2個になったな。こっちね。まあ残念ながら黒は出ませんでしたが、まあ今回はこのね、 A 賞が非常にクオリティが高いんですよ。見えるかな。顔もね、結構いいんですよ。いい仕上がりになってるんでね。まあ、今回の一番くじは当たりかなというふうに思います。さてなわけで、配給一番くじ、こちら、開封をさせていただきました。まあまあ、それなりに納得のいくね、キャラクターたちが登場しました。また皆さんもね、見かけてみたら、見かけたら、こちらね、一番くじ引いてみてください。で、こんなん出たよっていうのがあったらコメント欄にも書き込みよろしくお願いします。以上、配給一番くじ開封動画でした。バイバーイ。